タカラトミー、新幹線、変形ロボ、シンカリオン Z、プラレール Z 合体、ザイライナーセットです。こちらの方は、ここに一応書いてありますけれども、山の手が腕になりまして、で、ネックスが足ですね。で、あずさが腕に、パワーアップするパーツに変形します。で、組み合わせとしてはこういうような別売りの、Z 合体対応のシンカリオンに取り付けることができますので、いろいろ手と足のパーツを外してこういうふうに組み替えたり、またこういう方ですね。こういうふうに組み替えたり、あとまたこういう形で組み替えたりして、いろいろな、組み合わせでパワーアップができるようになっております。そしてパーツの方はこちらです。ここが山の手のパーツで、ここがネックスのパーツです。で、ここがあずさのパーツですね。で、こういう3つの部品が入ってます。で、裏の方に各々の武器でこういう銃や斧ですね、あと盾の部分とかそういったものが入っています。そしてこちらの方が、あ、そうか、あとごめんなさい、これがあと、シールの方がこちらが入ってますので、こちらを貼ってください。で、説明書の方は、まず山の手の方ですけれども、山の手の方の、部品をこういうふうに組み合わせていきまして、そしてこの電車モードっていうのにまずします。で、次に、こちらですね、ネックスの方も同じように、こちらが入っている部品になるんですけれども、まず電車モードでこのようにパーツを組み合わせていきまして、で、電車モードにします。そして、これで武器の方を横につけることができます。そして、あずさの方のパーツはこのようなものが入ってまして、で、こちらも同じように、まず電車の形態にしますので、部品をこういうふうにはめていきます。そして、これで完成しまして、で、武器がここに乗るようになります。次に、変形の方なんですが、まずこの、連結器の刃を外していただきまして、部品をこういうふうに分解していきます。そして、山の手の場合は腕のパーツになりますので、こういうふうに腕を出していきます。そして、ここシールドの部分が、こういうふうに折りたためるようになってまして、で、これが山の手ソードっていうので、ちょうどここのところにはもう顔の部分のパーツをつけます。で、それを右手と左手にセットしまして、あとこう Z 合体対応のシンカリオンの最初についてる手を外していただいて、この手をつけるようにします。そうすると、こう Z 合体っていう形になります。で、ここがシールの貼る位置になりまして、あとは組み合わせでこういったいろいろなバリエーションをすることができます。その次に、このネックスの場合ですね。こちらもまず部品をこういうふうに外していくことから始まります。で、こちらは足に変形するモデルになりますので、こういうふうにパネルのパーツとかをこうずらしていったりとかして、で、この Z 合体対応のシンカリオンの元についている足を外していただいてつけるようになります。で、こうやって Z 合体っていうのが完成します。で、キャノン砲はこうジョイントのところがあれば取り付けることができます。そしてシールを貼る位置がここになりまして、あとはいろいろ組み替えることによってバリエーションのあるパワーアップができます。で、最後に、こちらですね、あずさの方になります。で、こちらは腕の方に変形する部品になってますので、これも最初はこういうふうにパーツをこういうふうに外していきます。
で腕の形にしまして、肩の部分にこの先頭の部分を取り付けます。そしてここがあのチェーンソーの部分で、これを腕の横に取り付けるようになります。で Z 合体対応のシンカリオンの最初についてる手を外していただいて、この手をつけるようにします。そうするとこういうふうに Z 合体が完成します。でこちらが、シールの貼る位置になります。そしてここでいろいろなあの組み合わせによってさまざまなこうパワーアップができるようになっております。これで以上です。